脱出水栓があるんで強調水浴槽3号席で張っていきます。人工芝を張っていきます。暗渠パワフラの下ちょっとテラス風に模様をつけるんです。レンガで枠を取ってでその中ランバリということで、まあ、あと針をダブルで貼ります。こっち。レンガ縁だけ一段でずっと巻きます。ここに一つステップ立ち上がります。今見ての通り、こっからの止水栓で水やりホースをこうやって長いやってますから、まあ、今中間に化粧水栓を設けて、まあ、そうしますとホース半分ぐらいで全部ここに、まあ、そのデザイン的に見た目もそれがシンボルになるデザインをしていこうかなと思ってます。一応出栓が向こうあったんですけどこっちに持ってきました。鉄筋入れて一応こういうでガッチリ。お、ここちょっと立ち水栓とちょっと多湿水栓があるんでちょっと強調水浴槽と。そうそう、内側をランバリだとここもランバリして、ここまでやったんで、あとは立ち水栓の石張り化粧をやります。
これは3号石で貼っていきます。これを貼っていく。そうそうそう、ちょっと全部重くなっちゃうなと思って、あとこの白いやつで、で今こうやって芝生になってるんですけど、芝生の管理も入らん で、まあ、芝生を取って今度は人工芝で、まあ水はけの問題も結構、それで人工芝引いてあるとぬかるみもなくなりますし、でワンちゃんが おられるんで、まあワンちゃんをここで遊ばせるツールにもまあ適してるかなと。これで整地や。ちょっとこの上からプレートをちょっと走らせます。長瀬ではちょっと低いとこが分かるんで、調整して、地盤が緩いとこがあるんで、硬いとこならいいんですけど、雨でちょっと抜かるするとこもあるんで。そうだね、あまり柔らかいとへこんじゃったり、天然芝のような、感覚であれば多少起伏がバンドあってもいいと思うんですけど、お客様の要望で水勾配を向こうの勾配に流れるようにということで、ただ距離的に長いんで部分的にちょっとこうやって暗渠一応全部4箇所ぐらい、いや水が溜まったらここに水が集まるということで、そうそうそう、多くたまるとこはこういうので。これから人工芝を張っていきます。ピンで今土に対してピンで固定しちゃいます。そうそう。
テープで、このテープで人工芝、ここにつけて、これでそう、だから一番ああやってチリが、you